はい、ということでヤクタンです。今日はですね、讃岐うどん屋さんではなくて香川の定食唐揚げ屋さんの方に向かっていっております。そちらのお店なんですけど、結構その大学の前にもうほんと真ん前ぐらいにあるお店なんで、安くていっぱい提供されてるっていうのが結構特徴的なお店です。でなおかつ香川で唐揚げ屋さんのもう走りっていうか、もう香川でも何店舗か展開しとるうちの1店舗というふうになっております。ということで今日はゲストと一緒にいっぱい食べちゃおうかなって思ってます。はい、ということで今日は香川県善通寺市にある唐揚げ定食屋さんの方に向かっています。最寄り駅善通寺駅でだいたい750メートル程度離れた位置、周辺のうどん屋さんとしては麺属さんであったり大川製麺所さんがあるだいたいあの辺りです。食べログの点数が 3.05 点、 Google の点数が 4.2 点となっていました。定休日は毎週木曜日で、営業時間が11時から20時までとなっています。ということで到着です。お疲れ様です。ございます。はい、ということで到着しました。ちょうどこの辺りが四国学院大学で、その真ん前ですね、こちらが元気屋食堂さんになります。本当にもう学校の真ん前なんで、お昼時は学生さんとかが集まるし、テイクアウトもできるっていうお店なんですけど、今日はそこにこんにちは、レジェンドあや、レジェンドレジェンド、いやもうそっか、あの前電通寺の小原行って失敗したんで、はい、もうレジェンドじゃなくなったけど、あやさんあやさんのおすすめ店なんですよね。そうです、唐揚げ屋さんなんですけど、柏バター丼、竹内食堂の柏バター、香川でいうものすごい有名なんですけど、そこの先代の大将から唯一、レシピを受け継いだ。僕は食べたことなかったから、その先代のあっていう意味でもめちゃくちゃ楽しい、うんうんうん、じゃあ早速食べに行きましょう、はい、行きましょう。さあ行くぞ。それでは入店していきましょう。はい、こんにちは。カウンターと、行きましょうか。はい、元気屋さんは一般的にはテイクアウト専門のお店、唐揚げ店になるんですけど、こちらは元気屋食堂って言って店内で食べることもできます。メニューがすごいいっぱいあるんだけど、カレーとかもあるんですね。超大盛り、隠れメニュー、超山盛り、超山盛り、え、行っちゃうちょっと気になりますね。まんま盛り、もう、いや、日本昔話ってことですね。からの丼ぶりでいこうか。そうですね、ちょっと気になるの多すぎるんで、あやさんのおすすめで僕いきます。じゃあ大将、注文いいですか。はい、柏バター丼の並が一つと、はい、と、あと唐揚げ丼の、隠れメニューの超山盛りお願いします。超山盛り頼んでしまった。頼んでしまった。いや、どんなんが出るんだよ。でもめっちゃいい匂いする。まあ、でも今日朝ごはんね、ほとんど食べてないけど。いや、ちょっと食べとる。メニュー表こんな感じになってます。唐揚げ系メインに定食いっぱい揃ってるのと、あと丼とかで柏バター丼とかあったり、あとカレー系も結構実は揃ってます。今表示されてるのが標準価格になるんですけど、並盛り大盛りまではこちらの価格でいけます。あとは特盛り、山盛りで、メニュー表には書かれてないけど超山盛りっていうのがあって、超山盛りは並盛りの値段にプラス210円となります。あとカレートッピングで100円で注文できるんですよね。だからカレーと合わせたメニューもいっぱい揃ってて、例えばうどんとかカレーうどんとかもこちらで出されています。秘伝って書いてますけど、ガーリック、うんうん、フライドガーリック、フライドガーリック、ラー油、かな。やっぱもうこれ僕やばいな、これ大好きなやつはい、そういうことなんですね。僕ら相当ラッキーですよ。ラッキーはね、お店の中がめちゃくちゃいい匂い。やっぱね、唐揚げ醤油系のね、唐揚げ屋さんが いいわ、うん、すっごい腹減ってきためちゃくちゃ腹減ってきた。唐揚げ丼、これが超山盛り来た。柏バター、あ、柏バター、はい、はい、ありがとうございます。いただきます。お好みですね、甘だれかけてください。はい、はい、甘だれ、あ、なるほど、唐揚げの方ですね、うん。味噌汁にたくあんに、でこれが柏バター、柏バター丼、
今回いいですね。で並盛りね、これが超山盛り、超山盛り。ちょっと横に並べて比べてみようかな。はい、この盛り具合こんくらい違います。それではじゃあいただきます。いただきます。イエー、これうん、若鶏かな、若鶏に見えるな。いただきます。うん、肉もいいし、やっぱ味付けが濃いんすよ、濃いんめっちゃ好きなんで。まさに柏バター、うん、柏バターも本当の元祖の味。これが元祖なんだ。これちょっとマヨとかかけてもいいですかね。うん、あんまりかけんかな。かけんの、うん、いや、やっぱマヨかけるっす。まあちょっとですよ、全部じゃなくてちょっとちょっと。マヨ、いや、うまいっすよ。マヨもうまい。うん、いや、マヨラーとかたまんないと思うんですよ。だってベースの味が結構濃いけん。うん、僕全然ちょっと柔らかくなるんだもん。うん、あ、そうそう、全然うまい。小山盛り、いただきます。小山盛り。唐揚げがね、あの一口サイズに切ってあるんで。切られたんですね、うん、食べやすいね、これ。いただきます。うん、いい醤油味が美味しい。僕もちょっともらってもいいですか。うん、いいよいいよ。食べてみる、食べてみる、うん、気になる、食べよう。いただきます。さっき揚げて、もう目の前で揚げてくれてる。そうそうそう、もうすぐ揚げたて焼き。うん、あ、これもしっかり味濃いですね。でしょ、うん、あの塩唐揚げと醤油唐揚げといろいろあるけど、うんうんうん、これね、唐揚げ食べて寄せてったらね、骨がね、見えんの。まだキャベツか。そう、キャベツの千切りがすんごいいっぱい。うん、なかなか米にたどり着けん。でも箸刺したら多分米取れるよ。出てきます。うん、そうだよな、唐揚げばっか食いよったら米がね、追いつかんけん。うんうん、あ、いけた。うん、うまっ。うまいでしょ、うん、間違いないでしょ。味噌汁も結構飲みやすいです。めっちゃ飲みやすい。うんうんうん、タレいかないですか。タレ、味変タレちょっとかけてみます。さっき一口甘辛ですよね。うん、甘辛、はいはい、甘い。いただきます。うんうんうん、うまい、美味しいぞ。うんうん、うん、うまい。で、これ唐揚げがあの胸と桃と両方あるんよね。あ、そうなんですか。うんうん、明らかに肉質違いますもんね。うんうん、これあれじゃないですか、もう結構なペースでご飯いかな。でもご飯だけ残るね。どう食べても残るよね。でも、うん、これちょっといっちゃいたくなっちゃいませんか。これ合わせて食べよう。あったらラッキーっていう完全自家製なラー油ガーリックです。うん、ありがとうございます。うまそう。ちょっと多めに入れちゃおうかな。ガーリック、うまい。めっちゃガーリック、めちゃくちゃガーリックす、うめぇ。これニンニク好き絶対好き。で、ちょっと辛いんすよ。辛い、あ、ちょっと辛い、ラー油の辛みね。そうそうそう、うん、いや、結構辛いかも。結構結構辛い。あ、うん、ちょっと気になってきた。結構辛い。米とこれでいけちゃいますよ。あ、米だけ残っても大丈夫ってことね。ラー油いただきます。激辛じゃないんやけど、本当にもうピリッと、うん、ピリッとくるからさ。そう、これ、うん、後でも結構きますよ。これご飯かき込むよ、思わず。いや、わかる。これかき込みたくなるやつ。締めに、ありがとうございます。うわ、大将からサービスいただいちゃいました。本来、100円かな、100円。カレーが、うん、トッピングカレー大将サービスしてくれたんで食べましょう。やったラッキー。あ、結構パラサラかな。うん、うん、色からしてそんなに辛い感じではないんかな。匂いも甘そう、うん、ああ、辛くない辛くない。食べやすいですね。うん、食べやすい。中辛と甘口の間くらいかな。いただきます。うん、あ、本当や、甘い。甘いぞ。甘い、うん、そんなに辛くない。子供でもいけるです、これ。全然いける。これいっちゃいます。マヨラーやね。じゃあ、甘いカレーにラー油でちょっと辛さを増した上にマヨネーズっていう悪魔的。いただきます。うん、いや、これやばい、マジでうまい。いや、これいいな。一言で分かりやすく言ったら、なんかめっちゃ深くなる。うん、うん、シンプルじゃなくなる。それでは、うん、最後の一口いただきます。いただきます。
うん、うまかった、うまかった、ごちそうさまでした、ごちそうさまでした。よかった、よかった。じゃあすみません、ごちそうさまでした、ごちそうさまでした。ありがとうございます。今日は山盛り屋に210円増し、波の210円増し、ほなどうもごちそうさまでした、ありがとうございます。いや、良かったですね。良かったね。うん、美味しかった。いっぱいいっぱい。ということで、今日のお店、こちら善通寺市にある元気屋食堂さんになります。駐車場が専用のところはないんですけど、もうちょっと西手側の方に行ったら、この交差点の角のとこですね、これが善通寺市営の駐車場になって、入庫から60分間無料で停めれるので、パッと行ってパッと食べて帰るのだったら、ここで全然行けると思います。そして店内こんな感じになってます。掘りごたつ式の座敷にカウンター席が揃っている形となっています。いやー、はい、食べました食べました。いや、めっちゃ美味しかった美味しかった、うん、うん、なんかこれなんて言ったらいいんだろう、ガガッと食えるというか、うん、のが僕はもうそもそもかなり好きやったんで、うん、あとね、注文してから出てくるまで早いよね、はい、あ、早かったです ね確かに、うん、目の前で揚げてくれとるし、あとトッピングも相当良くないですか。そうそう、トッピング本当はマヨネーズとラー油ガーリック、ラー油ガーリック、ラー油ガーリックうまかった、あれうまかった。で、あと唐揚げ丼のあのタレね、はい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 、それ組み合わせ方で、あとカレーに、あとまあそうよ、食べなかったけど生卵もあるし、そうそうそう、あ、そう、卵もだから組み合わせでは本当にあの種類無限大になるんじゃないかなっていうので、はい、うん、だ上のおかずだけ先行っちゃっても、なんやったらご飯とあの薬味というか調味料でも結構いけちゃうぐらい美味しかった。まあいろんな食べ方したい人にもおすすめだし、もう何より個人的にはね、やっぱあの昔のあの高松のあの商店街の外れにあった竹内食堂、はい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 、あの味をもう一度食べたいっていう人にはぜひ行ってもらいたいかなと。おすすめです、はいはい、ということで、今日の動画もしよければ高評価チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。お願いします。それでは最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。